皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。大橋ジムの大橋秀幸会長、59が、YouTube、ぶっちゃけチャンネルに出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、31の試合が日本におけるプライムビデオの最大ピーク視聴者数で、WBC 決勝、日本、米国、戦を超えて1位に返り咲いたことを喜んだ。 大橋会長は、野球に抜かれて永遠に追いつけないと思っていたら井上がまた抜いた、と嬉しそうに明かした。それまで1位だった井上、ドネア戦のピーク視聴者数は、大谷翔平の人気で盛り上がった昨年3月の WBC、日本、米国、戦に抜かれていた。その数字を今回の東京ドーム四大世界戦、井上、練り戦のピーク視聴者数が抜き返した。 プロモーターでもある大橋会長にとって、ボクシングが数字で野球を上回る意味は大きかった。大橋会長は、配信会社にとって野球、サッカーがメジャー。ボクシングはマイナーコンテンツだけど、相手、カード、によってはメジャーを抜く突破力があるとボクシングの爆発力に胸を張った。家全体でダニがうじゃうじゃ、原因はついやりがちな、あの癖、絶対やめて。 PR、サンテミナ株式会社。68歳女性。2回も宝くじ当選しました。9割が知らない裏技。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。